フバイ国際空港は、ベトナム社会主義共和国トゥアキエンフエショーショー・フエ賞の省と、フエ公海南に1 3トルのフオン・トゥイにある国際空港である。1940年に国内交通用空港として1 2 8 0ルの滑走路で建造。1940年代2 8 0 0ルの滑走路に拡張。1976年3月より、 民間航空での供用を開始。2005年10月30日に国際線の受け入れを開始。オーストリア航空運航のチャーター機がラオスのルアンパバーンからオーストリア人の観光客を乗せて到着した。シンガポールのチャンゲアポートインターナショナルは2007年5月にトゥアティエン・フエショー人民委員会と不売国際空港開発についての協力に合意。 2013年3月20日から9月19日まで滑走路改修工事のため閉鎖されているため航空路利用の場合は代わりにダナン国際空港を利用する必要があった。なお、当初は11月20日までを予定していたが後期が2ヶ月程度短縮された。現在の2700メートルに延長された。将来の計画として2本目の滑走路を計画中である。 2018年にベトナム空港公団が第2ターミナルビルの建設を発表。2020年に年間500万人、2025年には700万人の旅客収容力へ拡大する予定。2021年末の竣工を予定している。現在、旅客用は2階建ての第1ターミナルのみ。2013年に改装工事を終え、2017年に175万人の 旅客を取り扱った。1階に出発、到着ロビーを設置、2階にエアサイドの売店、ラウンジ、フードコートなどがある。ありがとうございます。